愛犬と行く旅、私たちは全国に印刷会社の仲間がいます。私のところも、ビーグルがおりますけど、3泊4日ぐらいの旅に出ようと思うと留守が困ります。ですから、3泊4日ぐらいの時は一緒に、ビーグルと旅行ができたらいいなと。そんな時にペットと泊まれる宿とか、レストランとか、それから途中でやはりおしっこをさせてあげたいなっていうドッグランの場所だとか、そんな情報がないかなと思って、私の仲間に、お願いをしました。これは、北軽井沢、軽井沢方面ですね、那須、日光、伊豆高原、箱根、草津、それからこちらの方は富士五湖、白馬と、このような私たちの仲間から集めていただいた情報をレトロという、QR コードの中に入れることによって、地図の中に番号があると、例えばこのホテルだとかこのレストランに、たどり着くことができます。今はホームページに行くだけの、サービスですけど、そこにまた動画がつく時代ももう近いと思います。じゃあこれはどういうビジネスになるかということですね。今ここに載せてる、ホテルやレストランは、無料で掲載させていただいています。許可だけ取って、それを車のディーラーさんに、チラシとか DM とか、また店置きのリーフレットに、こんな案内があったら、ぜひそれを、持っていていただいて、家の壁に貼っておく。そうすると、今回どっかに行きたいなって言った時も、これから情報が出てくる。当然、それの、他の紙面は車の宣伝があってもいいと思います。でも、車の宣伝だけあるチラシは、やはりその場で用がなければ、ゴミ箱に行ってしまいます。でも、そこにちょっと参考になる、コンテンツがあれば、それは捨てずにどっかに置いといていただける。まあそんなことを考えて、このようなデータベースを仲間と今作っております。まだまだ情報が薄いと思いますが、紹介した方も責任がありますから、自信を持ったところをみんなが紹介してくれて、それがビジネスになった時に、紹介していただいたところにもフィードバックができればいいかなと。今日はレトロという商品を使って愛犬と行く旅というもののご紹介をしました。